それでは、硝酸イオンの吸収問題を見ていきましょうある植物について根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素の62%がタンパク質の合成に用いられたまた植物体内で 14g のタンパク質が合成されたなおタンパク質中の窒素含有率を16%とする根から吸収された硝酸イオンは何 g かただし原子量は n=14O=16 とするこの問題の背景知識を説明しておきます 植物は根っこから硝酸イオンを吸収します。で、硝酸イオンの中にはこのように N、窒素が含まれていますこの窒素はいろいろなものに使われていきます。例えば、タンパク質。タンパク質の中にはたくさん N が含まれます。この N はここの N が使われるわけです。でね、あの植物は硝酸イオンのほかにもアンモニウムイオンを窒素源として使いますが、 こういう問題を解く場合は、特に断りがなければ無視します。小酸イオンの N だけをタンパク質中の N に使っていると考えて問題を解きます。さて、この問題ね、もう1回読んだだけではもうわけわかんないよね。ちょっとね、あの解放のステップがあるから一緒に見ていこう。このような流れに沿って今回答えを求めていきます。ね1番、2番、3番の順まで説明していきます。では、タンパク質中に何グラムの窒素が入っているかを求めてみます。 ここの黄色くマーカーカしてあるところに注目です。植物体内で 14g のタンパク質が合成された。なお、タンパク質中の窒素含有率を16%とする。これは分かりやすく言うとどういう意味かというと、タンパク質が 14g できましたよと。で、まあ、この 14g できたタンパク質のうち16%の重さが N の重さですよって言ってのね。今回合成された 14g のタンパク質。 そのうちの16%が、ね、N の窒素の重さだっていうんだから今回合成されたタンパク質中には 14g×100 分の16の、ね、そのうちの16%分だけの N 窒素があることに含まれることになりますさてタンパク質中に 14×100 分の 16g の N 窒素があることが分かりました次に根から吸収された硝酸用に含まれる N 窒素が何 g なのかを求めてみますここのヒントを使います 根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素の62%がタンパク質の合成に用いられたなんだか根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素の62%ってよく分かんないねだけどこっちのタンパク質の合成に用いられた窒素このグラム数はさっき求めています 14×100 分の1 6グラムだったら 吸収された硝酸イオンのグラム数はまだわかんないかもしれないけど吸収された硝酸イオンに含まれる窒素のグラム数だったら分かりそうだ。なんでかっていうと根から吸収された硝酸イオンのグラム数はわかんないけどそのうちの窒素のグラム数根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素のグラム数の62%がタンパク質の合成に用いられたって言ってるんだから そこから逆算することで、根から吸収された硝酸,酸イオンに含まれる窒素のグラム数をはてなとするとそれの62%がタンパク質の合成に用いられたとあるから100分の62をかけてあげるとタンパク質の中の窒素のグラム数になるわけだ。 タンパク質の中の窒素のグラム数が14かける1 0分の16ってわかっているから、ね、そこから逆算してね、硝酸塩に含まれる窒素のグラム数を求めるわけだね。硝酸塩に含まれる窒素のグラム数かける1 0分の62がタンパク質中の窒素のグラム数14かける100分の16になるっていう式をここで立てたわけだ。 で、ハテナイコールの形にすると、ね、こんな風な少し複雑だけど、ね、62分の1 4かける1 6っていう、えー、数値が出てくるわけだ。まあ、わかるかな、ね、あのここに100分の62かけてあるから、ね、両辺に62分の100をかけると。両辺に62分の100をかける。すると、ハテナイコール1 4かける1 0 0分の1 6かける6 2分の100になる。で、100だけ、ね、あの消してしまって、62分の1 4かける1 6と。ちょっとあの汚いままだけど、ハテナのの 値が求まるわけだ。これで根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素が62分の 14×16g だと分かった。だけど今回聞かれてるのは根かから吸収された硝酸イオン自体が何ななのかなんだよね。ここで最後に原子量の値を使うわけです。ちょっと大雑把な言い方だけど窒素の原子量が14っていうのはその n を 1> 1モル個、ね、たくさんの数だね1モル個集めた時に 14g になるよって意味で同じように O の原子量が16っていうのはこの O を1モル個集めた時に 16g になるよっていう意味だねここでこんな分数を考えよう硝酸イオン全体のグラム数分のその硝酸イオンの中にある窒素のグラム数硝酸イオンっていうのは N1 個と O3 つでできてるよね N の原子量が1 4 大の原子量が16、それで3つあるね。で、そのうちの N は1個だから、ね、ここが14。硝酸イオンを1モルコっていうものすごい数集めたら、14たす16かける3グラムになるんだね。で、そのうちの N、ね、そのうちの窒素は何グラムになるかっていうと、もちろん硝酸イオンがね1モル個あったら、このその中の N も1モル個あるわけだから、その中の N は 14g になるんだねで、この比率この分数ってこれ小酸イオンが何個あっても変わんないよねそりゃそうだよね例えばこの串団子を考えるとするね、団子3つに串が1本この串団子この串団子の全体のグラム数分の串のグラム数ってこれ串団子が何個あっても この分数自体は変わんないよね。だって例えば串団子が1233つあったらそれは串も3つあるんだから串団子全体のグラム数分の串のグラム数っていうこの分数はがが何個あろうが変わらないよね。同じように硝酸イオン全体のグラム数分のその中の窒素のグラム数この分数って 硝酸イオンが何個あっても変わらないんだよね。さて、今回、62分の1 4る1 6ムの窒素が硝酸イオンに含まれていたことが、もうすでに明らかになっているんだね。つまり、ここの数値が明らかになっている。すると、もう問題が解けたようなもんですね。今回求めたいのは、硝酸イオンが何グラム吸収されたかっていうのを求めたい。で、この分数と、この分数が等しいんだから、この 小酸イオンが何グラム吸収されたかが簡単に求まりますね。もうすぐに計算できる人もいるだろうけど、今回はゆっくり比の式を立てていきます。62分の14かける16対8てな、62分の14かける16対8てなは14対14たす16かける3ね、14対14たす16かける3で内側同士、外側同士掛け算して8てなかける14はこうなるわけだ。 ちょっとね、あの、今まで放置していた、このね、あの、細々とした計算を、えっと、していきますね。14たす1 6る3を計算して、で、62になるとね。で、ここの62とここの62が消えてしまって、で、さらに、ここの14とここの14が消えてしまって、ハテナが求まるわけです。つまり、硝酸イオン、今回吸収された硝酸イオンのグラム数が求まったわけです。では、 今回の問題は少し難しかったから最後に回答の流れを復習しておきましょうまず合成されたタンパク質 14g の中に何 g 窒素が入ってるかを求める16%分だよって書かれてるから14に100分の16をかけて合成されたタンパク質の中に何 g 窒素が入ってるのかを求める次に根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素 これが何グラムかを求める。根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素のうち62%がタンパク質の合成に使われたって言ってるからそこから逆算して根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素が何グラムであるかを求めるそして最後に根から吸収された硝酸イオンに含まれる窒素のグラム数これが分かれば 原子量を使ったこの分数に当てはめて硝酸イオン全体のグラム数が求まるわけです。ではご清聴ありがとうございました。もう一回ね解き直してみてください。まあ、今回ねまあ、こういうふうにこうステップを踏んで、えー、解説したけどもこのね与えられたヒントこのもうヒントだらけだったよね与えられたヒントを一つ一つ整理していくと最終的に答えが出るようにはなってますけどまあ一応ねもう一回自分で解き直してみてください。